それじゃあ帝国になりました。帝国になりましたので始めさせていただいたいと思います。この身内ばっかりで逆に見えないことを考えておりますが。山口から参りまして、ためていくから、ちょっとこの次のやつもあってですね、早々に引き上げねえけど、一曲、はい。I was in a forest in the day.
最近
ある女の子に教えてる。でその女の子はあのカナダ人と日本人の混血で、結構あの英語はペラペラだし、深い声をしてるし、でいい。で実はそのスラップベースを弾いていて、そのスラップベースを弾いてたので、黒ハンマーをちょっとやったらこれできる。ってやつができるんで、こんくらいしてる。そういう感じの弾き方をしている。僕もあの最初にこう覚えたのは、その弾き方としては、その黒ハンマー覚えたのは、昔のあの、童謡ですね。童謡。まあ、例えば。あとでどんぶりコロコロとかね、そういうふうな、それとか、桜とかですね、まあ、いろいろ弾いたものですが、そうやって、まあ、一つずつ覚えてきまして、やってるんですけど、その子にもちょっとそれを見せたらですね、ああ面白いって言い出して、ね、やっております。で実はね、その子はもう12月に来たんですけど、まあ、ここだけの話、誰も内緒にしてください。実はね、タワーと付き合ってるんですよ。12月に来たのにね、もう1月付き合ってる。秘密ですけどね、これ。まだ Facebook も内緒にして、僕は知らないことになってるんで、内緒にしててくださいし。で、あの実はあの、オールタイムの、この、なんていうか、やってる人たちの中に、夫婦バンドってものすごく多いんですよね。例えば、ジョコンのパピーズなんていうのは、ね、日本のすごい第一人者です。2組の夫婦が一緒に4人組のバンドになっています。で今ですね、だけどもう高齢化ですよね。ところがうちの教え子はですね、22と22ですからね、もう40年はやりますよね。やればいいよ、引っ付けば。でもう僕はね、もう最後してですね、片一方には、フィドルを教えてます。で片一方にはね、まあ、なんか知らないふりをしてバンジョー教えてるわけですよ。ですそのうちにフィドルアンドバンジョーでね、こう二人がこうだんだんやるんじゃないかと。もうそのうちにあのね、あのもう全世界的に有名になっちゃうもんね。ですね。まあ、22ですからね。ね、道は誤るか。それともすぐすぐ育つか。わかりませんけど、まあそんなことで。ちょっとここで皆さんがみんな知ってる人たちなんで、本当はお仕事ソングでやらなくてもいいんだけど、カントリーロード。カントリーロードを、一生懸命弾いた娘夫婦のために。Oh, my seven, Esperanza.
Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah. Life is older, older than the tree, younger than the mountain, falling like a wish can be low. Thank you.
friend get to Johnson City, Tennessee. Gotta get home before the sun. I hear my baby calling by the bed, though she's the only leave a guy lonely. At least tell me you die. まあまあ、そんなわけで、まだまだ、ちょっとね、今回はだいぶ落ち着いているので、まあ、娘もスポテも、必須も出るんですけど、落ち着いているので、よかったので。で、まあ、ちょっと、またちょっとチューニング変えましたけど、ちょっとだけちょっとあれやります。オールタイムの、ちょっと演奏を、します。実はフィドル&バンジョって言って、本当はフィドルとバンジョでねユニゾンをするっていうのが今僕がやってることなんですけど、そのフィドル弾きが、これなんだってことで、ね、まあそうなっちゃうんですけど、まあ今度来るときはフィドル弾きは私じゃなくて、うん、ね、アンダーシンとおじのコンテクストのお嬢さんに待ってるんですよ。その子と一緒に来させようと思ってますよね。ぜひ、まあ、ついてるといいですよね。行ったりしてたよ。何しろ12月に来て、で、まあね、それで1月ですよ。1月にもう1月のもう初っ端にはもう私1月6日だったの。1月6日にああ帰国し帰国カナダに帰ってきて帰国して、で話聞いてたら、ね、吉田さん知ってますって言う。いや、何知らないって言った。私とただ付き合ってるんですよ。って驚いたふりしましたけど、一応しめしめと思いましたからね。私たちの光景を残すためにはやっぱり思想です。子孫を大切しなきゃいけないってことね。7月に来たときはお腹に赤ん坊が入ってる可能性もあるわけだ。次行きたい。7月にね。いやいや、そこまで付き合いに行かなくちゃ。で付き合い始めたわけだよ。一応今のところ、まだバンジョーを覚えて、で片一方の俵は実はバンジョーより早く覚えるよ。それはね、
秘密にしておいてください。ここだけの秘密ですよ。僕が知ってるってことじゃないし、ここで酒の魚の時間で喋ってるってことも言っちゃいません。でも、まあそういうことですから、まあ本人たちはね、すごく真面目そうでね、で僕はあの田原にはやっぱりね、あの夫婦であるものがやっぱり理想だよなとか言ってるから、多分、うん、その気になってるからそれいいんでしょうけど、まあそういうことでね、二人でフィルドワンになってね、まあいろいろ頑張っていただきたいと思ってます。僕はね、三千と今から40年間彼らが、弾き続ける間、僕はね、彼の師匠としてね、名前が語り継がれていくかもしれないというのでね。あと40年生きるの。いや僕は生きないけど、死んでもパワーを残すからですよな。フィドルチューンをちょっと並べて、come on down, come on to your
そうそう。一応アンコールっていう。アンコール。約束の。はい。大体ね、何しろ前にですね、まあこういうフィドルチューンとかそのオールタイムのチューンではね、大先輩の宮田さんと、それからね、小坂さんっていうね、お二人のね、もうこれくらい知ってる人はいないっていうでね、でちょっともしね、まああれだったらもうほんとそっちの方の人にね、ちゃんと使うものを着ていただいてね、やってほしいんだけど、もう僕は最後にもう一曲、スポーティブポニーとジョニーっていう人が聴いてください。ちょっと曲をすっかり忘れちまいましたね。結構変更します。ちょっとごめんなさい、やっぱり、ね、慣れないことするもんじゃないね。これはバイオリンを弾いてるタワーについていくだけっていう気持ちだね。バンジョー、本当は曲やるたびに自分に変えてるのね、ところがあるんで、どっちかというと、僕は4種類のチューニングを変えるんですけど、まあ、皆さんいろんなチューニングを、でこれで、じゃあ最後の曲は、皆さんが、it's alright.
どうもありがとうございました。代打宮田で、はい、ちょっと宮さん前にみんなで記念撮影してもらえませんか。はい、いいですよ。私顔したら笑顔になるタイミングだった。